大脳規定核は、大脳皮質と、視床、脳幹を結びつけている、神経核の集まりである。大脳は、基本的に、外周部が開発室である場所が多いものの、大脳の深いところにあるのにもかかわらず、大脳規定核は、開発室である。哺乳類の大脳規定核は、運動調節、認知機能、感情、動機づけや学習など様々な機能を担っている。 図に人の脳の感情断面。大脳規定核が示されている。フンガは、洗浄体、泡を玉、微速、視床価格、黒質図3大脳規定核を取り巻く、神経回路の相関もしきず。グルタミン酸作動経路は赤、ドーパミン作動性経路は青、ギャバ作動性経路は、緑で示す。コーテックス、大脳皮質。ストライトム、洗浄体。SNC、 国質緻密部。GPI アワーオタマ内節。SNR 国質網様部。GUP アワーオタマ外節。STN 支障価格サラマス支障大脳基定核は多様な機能を担うとされているが、大脳基定核の神経変性疾患における運動障害から得られる示唆が最も明瞭である。中でも、パーキンソン病は、 大脳基底核変性疾患の代表的なものとされており、無動やもめ動安静自身線筋子縮などの運動症状がよく知られる。その他に、ハンチントンブト病やジストニアも大脳基底核の異常が症状を作り出していると考えられている。これら大脳基底核の異常が多くの場合に不随運動を示すことは、逆に大脳基底核が随運動の実行に、 重要な役割を果たすことを示している。歴史的に大脳基定核は水体外路性運動の中枢と考えられてきたが、近年では解剖学的に水体外路という神経路が実在しないことから誤解を避けるために水体外路という用語は次第に使われないようになってきている。国質や複足皮蓋やのドーパミンニューロンが報酬予測誤差に反応して、 フェイズウックなバースト発火を示すという発見から大脳規定核が報酬予測に基づく強化学習や行動選択のための神経基盤として考えられるようになってきた。多くの抗精神薬の受容体が大脳規定核に高密度に発現しており薬物中毒や習慣化した行動などにも関わっていると言われる日本語のオープンアクセス文献ありがとうございます。